おっす、牧久夫先生なんだよ。まず最初は、俺牧久夫が大嫌いだったってよく言ってるけど、ああいうに見たところから、いやーさんだもん。格好してさ、もうすごいじゃん。みんながあれびっくりするよな、こんなの。 そのうち、カジラ一気もさ、サングラスかけてんのはいいけど、は巻き吹かしたり、なんだろかんだろ始まってさ、そりゃ、ただもんじゃじゃなくて、こいつらちょっとおかしいなっていう人は見るわ。だからみんなさ、俺がね、大山抹殺精錬ね、これ。 これ書いたとき、ここに、牧先生のことが書いてあるんだよ。簡単にね。そこにこう書いたんだよ。牧先生について、牧久子は、空手を知らない人間だからって。空手かぶってるけど、空手は知らない人間だって書いてあるんだよ、ここに。そして、 本が発売になって一応お疲れ様ですっていうことで編集部の部長さんとかも含めてあそこは神楽坂だよねでまあ食事俺酒飲めないんだけどねその時はちょっと飲んじゃったんだけどねその時に部長さんが俺にこう言ったよ一つだけ気になってるんですがねって何ですかって。 この中に、牧久夫さんについて、ちょっと批判してますよね。空手を知らないって。ちょっと大丈夫ですかね。もし、クレームつけられたりしたら、まずいんですけどねって。真面目な顔して言うから、もう、あら、帰りね、あの、神楽坂の道を歩きながらだね。 二次,二次会に行く途中だったらかこうやって。大丈夫ですよって。もし、そういうクレームが入ったら、直接俺に回してくださいって。なぜならば、ここに、著者としての俺、これ、直接電話番号とか全部これ入ってるからって。ここに電話してくださいって。 言ってくださいよーって。今でも覚えてるんだでもやっぱりそういうことはねって。著者の方には迷惑をかけないで、まあ、版元の私たちの方でこういうのは処理することだから。立派だなと思ったんだよ。最近ね、セクシー田中さんの、また <laughs>、同じ足原だけども、セクシー田中さんの原作者の足原先生が、 お亡くなりになったあの脚本書いたあの女あれ完全枕営業やろうん何ぶって感じがするんだどこにでもだからいるんだよな渕から始まって松本から今度はその芦原さんという作家の漫画家のテレビ化をする時に敵と。 やっちゃった。選ぶってる女ね。私は知りませんでした。知りませんじゃねえんだよ。で、またそれに対して、あの、版元の、まあ、これ言っちゃったら、俺、仕事なくなっちゃうから、あれだけど。ドラマ化した、日本テレビも全く無視してるって言うけど。それ、ありえないんだよ。 俺が出させてもらったこの新調者なんか、そういうことがあったって全部うちの方が責任ですからって。守るのが私たちの方ですからって言われたよ。なか俺は別にそれで怖いなとは思ったわけじゃないんだ。俺だって俺なりにそれなりのルートもあるしって。ところが、ある時、俺がちょっと外出してたら、 電話があった。副賞堂、月刊空手堂じゃねえわな。それは2006年に本ンしてんだから。<laughs> 月刊空手堂のどうじゃねえよ。あのー、株式会社、無限社。<laughs> ええー、その時電話を受けたのが、塚本です。塚本が、電話を受けちゃったんだね。 でもあんまりおっからない感じじゃなかったって言うんだけど、ちょっと小島っていうのいるって言われて、あ、ちょっと出てますって。お宅塚本さんって言われて。女性だから。あ、そうです、すいません。って、まあ、なんか、そしたら、これ小島と一緒に本会いた人はい。まあいいや。 じゃあ、小島が戻ったら、小島って言いつけ、あの、呼びつけたとですよ。電話ください。って言って切ったと。今なんでね、俺、副衝堂時代とまち間違えたかって言ったら、副衝堂時代も月間空手道で、フルコンタクト空手か何かで、やっぱり、この、梶原一騎だけじゃなくて、この、 高森久志さんっていう三男の方は、うーんと、現代カルテマガジンの編集長で、ずいぶん世話になったんだけど、それは置いといて、巻さんの件で日本文芸社から出してる本について、俺はちょっと、ちょっと批判というか、批評を書いた、したんだね。それが気に入らなかったんだと言って、その時も、 副賞道月間空手堂に電話が来て。そう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 。その時も俺がいなかったんだ。で、俺が戻ってきて俺が電話した時に、あ、小島です。って言ったら、薪で、ああ、薪だよ。なんて感じて、あ、薪先生ですかって,って。まあ、いい、いいんだよ。その時はなんか、まあ、いいよ。って言って終わっちゃったんだ。で、なんでそれで終わっちゃったかというと、 牧先生は俺のこと知ってたんだよ。これは次回、それの話はしますね。とりあえず俺も知ってたと。で、知ってたっていうか、その時は名前覚えてたってことか。で、それから2006年にこれを出した後、電話がかかってきた。これで使う音が出た。同じように、小島が戻ったら、電話来れ。って言われた。 な、やべえやべえなんて言っても他のスタッフはね。やべえやべえんて。俺のじ、と時、俺の実定の、高則っていうのもいたんだけど、そいつなんか、電話出ねえで逃げてっからな。さすが使うてこんにちはって。で、俺、戻ったら、まだ、戻ったら、電話があったっていうから。俺、なんのためぐらいもなく電話して。 あのー、無限者の小島と申しますが、と。牧先生いらっしゃいますかって感じでさ、どこにいたのかなと思ったら、後で聞いたら、えー、三男の牧久さんの、うん、俺も何度か行ってんだけど、うん、現代空手マガジンの編集部にいた。で、変わった。あー <laughs> マキです」みたいな感じで「あ先生ですか」って「小島です」っと言葉月刊から出ておいてもお世話になりました「小島です」って言ったら次の言葉がこれはいろんなところでも書いてるし言ってるんだけどマキ先生があ「空手を知らないマキです」 空手を知らない薪ですが何かって感じです。<laughs> すいませんって、<laughs> これ、物の弾みというわけじゃなくて、あの、ちょっとフライングで <laughs>、空手を知らない薪です。よろしくお願いしますが、つっ,ってた <laughs> 先生、一度会いましょう一度お会いさせてくださいって言って、 ああ、いつでも電話くれよ。あ、どちらの方にここでいいここで来てもどこちらでわかった。ここだよ、ここ。どこでしょうか、先生。高森久志編集長。本当に俺はお世話になったんだけど。それをまた次回話すけども、これからシリーズだから、この高森久志さんがまたただもんじゃないんだよ。 ただね、これね、今のうち言っとくと、梶原さん兄弟っていうシリーズなんだけど、高森先生の久し編集長の写真が一枚もねえんだよああ、昔撮っといたんだよね。だけど、あれ月刊から、うん、やめた時かな、独立した時かな、なんとかなんとかなんとかって。 でも、高堀久志先生っていうのも、写真に写るのが嫌いな方で。あのー、写真撮りましょうとか何かっていうと、いいからっていう方だったんで、写真が一枚も残った。一枚だけなんだけど、実は。残ってない。まあ、外見は、牧先生よりも、梶原一樹先生が双子のようなものね。 似てる。<laughs> 体の大きさもね。うん。まあ、それはまた、お脇道、お脇道だけど、だから、この、限定カルテマガジンって言わないよ。このマガジン編集部に電話くれりゃいいよ。で、後々電話すで、後々電話して、 電話、ごめんね、歯がはすっぱでまだ。後々電話をして、で、お会いしましょうということになって、あのー、実は先生、自分はお酒飲めないんで。だからその頃はさ、まだ、梶原兄弟は全部上ばみのように飲むし、修羅だって聞いていたから、 これ酒飲ませたらまずいなっていうのもあったし、俺も本当に、あの、老人時代に飲みすぎて、急性アルコール中毒でね、あと30分遅かったら死んだっていうぐらいにまで飲んでから飲めながらってた。先生本当にお酒飲めないんで、って。ああ、いいよ。喫茶店でコーヒーでも、うまいコーヒーでも飲もうや。で、お約束をして。 とりあえず、うん、仕事が一段落するまでなんやかんや言いながら、これ、2006年に出てるから、2006年の前に、そうなんだよね。一個話があるんだけど、時系列児を一個飛んじゃってんで、一個飛んじゃってんのは次回話します。で、本当はもう一つ、俺との間に、あの、あったの。 牧先生の、ね、でまあそれがあった上でより親しくなってきたっていうのがあるんだけどそうかなまあい,いやそこにちょっと俺も、ね、年代忘れちゃったとりあえずこれを出して「空手を知らない牧です」っていうところから「お会いしましょう」って言って、えー、俺が早稲田だっ てていいうののを知っていたかからなのか当時牧先生は自称早稲田出身って言っていたので嘘なんだけどねっていうのも本人が言って「嘘だよ!」ってねでも「じゃあ早稲田だ」ってね「馬場で会おうか!」って言われて。 電話したときね、あの、久しぶり編集長に電話して、かその時いなかったから、また後で電話もらって、あおうか、ばばで会おうかって言われて、ばばって言われればね、俺たちは、つってばカかだから、あ、高田のばばだなと思うわけだよ。大阪の人は、ばばで会おうかって言われたらわかんねえと思うよ。な 多分分かんないだろうな、松本人たちなんだな。ババでもいいんだから、あの男は。まあいいや。ババで会おうか、って言われて。あ、はいはい。ババー、ババにな。あ、駅のすぐあたりには、ルノワールっていうのがあるんだ。知ってるかなとか言われて。あ、ビッグボックスの隣にあたりじゃないですか。って 知らねえよな、関西人のは。ビッグボックスって。でっかいボックスがあるわけじゃねえんだよ。転がってるわけじゃねえんだよ。松本優しおめえだったらそのビッグボックスに女の子をまた押し込んだりするつもりでいるんだろうよ。いや、確かにそうだよ。ビッグボックスって中には、もう美しい女性いっぱいいて、俺たち学生時代自分そこでナンパしてみんな振られたからね。 ま、そんなまた話を置いといて、ビッグボックスの裏に、ルノワールってある。あ、知ってます。そこでなんじゃ。わかりましたわかりました言って、うん。お前、お前って言わなかったな。小島を倒すか 吸うかじゃい、吸うよなって言われたのかなああ,あ当時まだ吸ってたんだ、これ。あ、すいません <laughs>、って。おー、あったあった。何か、喫煙室とか禁煙とか、っていうことですかって。いや、あそこはな、タバコ自由なんだよ。禁煙なんてなねえんだ、あそこには。 ただ、吸わなかったら、煙を覚えさせちゃ悪いなと思ってよ。なんて、あ、この人優しいなっていう。ということで、ルノワールに、山手線、高田の馬場駅から歩いて3分、ルノワールという喫茶店でお会いしたのが、 2006年の秋口でした。そこで、一波乱起きます。一波乱。ちょっとお楽しみにしてください。前置きだけでも十分だったと思うんだけども、そし,そして本当はね、その前に、 お話がある。これ何度か言ってるけれど、2003年の、牢山初尾先生の極進館の開催による全日本大会会場での話。そして、俺さっき言ったように、月間空手道で日本文芸者から出した 牧先生の方に対して、ちょっとした批評を変えたってことで電話をもらったと言ったけれど、その、後だね。うん。そうそうそう。その後に、実はもっと大変なことがありました。それにちょっと飛ばして話しちゃったけど、そっちの方のが面白いんだけど、まあでも、 ルノワール事件はルノワール事件で、ああ、俺はこの本書いて、分かったよ。うん。俺はこの本書くまでは、みんなね、マキさんが言ってることを反射勢力みたいな格好して、みんな嘘だと思ってたから。嘘じゃないんだよ、この人。実は、 こう、特等少年院っていうの一歩間違ったら少年刑務所なんだけどね。少年刑務所と特等少年院っていうのがあるんだよ。その場所は確か横須賀だったんだよね。で、特等少年院に入ってた。それから完全にこの人は、 あっち系の人間として、生きてない人だったんだよね。嘘じゃなかったんだよ。ほんまもんだったんだよ。うん。それは後に分かったんだけどね。まあ、そういうことで、そのルノワール事件っていうのは、そこら辺とちょっと関係することなんで。次回、梶原兄弟、えー、伝説シリーズの あのこのままの2回3回目はこの続き巻きさおでいきたいと思ってますありがとうございました皆さんご視聴ありがとうございます チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。できれば、メンバーシップ、秘密基地、総本部への参加もよろしくお願いいたします。